はい、よろしいですか。じゃあ始めさせていただきます。今日のタイトルはですね、組み込みエンジニアのためのリナックス入門仮想メモリ編というやつなんですけど、実はここに書いてある通りですね、これって一番最初2007年の2月に、多分私がサルクのジャンボリーで発表した一番最初のプレゼンの資料だと思うんですけれども、こういうものをたまたま掘り返して見つけて、まあ時々やっぱりでも仮想メモリの話っていうのを説明しなきゃいけない場面にあることが多くてですね、じゃあついでだからもう一回話をしてみようと。で、見たらですね、そんなにいっぱい修正するところはないんで、じゃあまあほとんどほぼそのままもう一回話をしてみようかなと思った次第でございます。それここに書いてありますね。2007年で、2007年のこのウィキページを見るとその時に発表した資料のリンクがあります。 でその時にはですね、これ私最初とか日本語で書いたんですけども、これをですね英訳してくださった方がおりました。シャットの生駒さんが英訳していただいたんですけども、その辺もですねそのリンクの先にはあるはずなので、もし英語版が欲しい方はそちらを見てください。で、このスライドの対象する方、要するに聞いてほしい方、どんな方を対象してるかということなんですけども、特に Linux に関しては詳しくはないと。今までずっと組み込み機器、マイコンのプロジェクトをずっとやっていて、だからリアルタイム OS とかでプログラムを組んでいたと。で、次のプロジェクトが Linux ですよと言われたときに、知っておいた方がいいかなということになります。なので、ここにいらっしゃる方はほとんどご存知なことだとは思うんですけれども、もしかして知らないことも出てくるかもしれないので念のために話しておきます。で、この目的なんですけれども、仮想メモリーっていうのはですね、普通ユーザー空間でプログラムを組んでるときにはですね、ほとんど意識もする必要はあまりはないんですよね。ですけれども、やっぱり下でどうなってるのかっていうのを知っておかないと、なんかトラブルがあった時とか、あるいはもっと性能を上げるにはどうしたらいいかっていう時に、やっぱり必要になってくる知識なんじゃないかなと思っております。で、本当にこれ基本の基本の話なんですけれども、コンピューター関係の言葉の中にですね、仮想なんとかとか、論理なんとかとか、バーチャルなんとか、ロジカルなんとか、それに対して実なんとかとか物理なんとかとかリアルなんとかとかフィジカルなんとかとかっていう、そういう対比した言葉があります。計算コンピュータサイエンスを学んだ人だったらこういう概念っていうのはここで習ってるとは思うんですけれども、必ずしもそうでない方のためにですね、一応説明しておくとですね、その仮想なんとかとかっていうグループのものっていうのはですね、本当は違うんだけれども、あたかもこのようになっているように扱った方が都合のいいのでこうしていますという話になります。で、それに対して実とか物理とかつくのは本当はこうなってますよっていう、そういう話で、だから本当はこうなっているものをあたかもこのように見せかけているっていう、そういう仕組みなんですね。で、その仮想化あたかも何々のようにだけど実はっていうのは、例えばですね、あたかも巨大のようだが実は少ない。で、仮想メモリでいうとですね、実際には128MB しかメモリは載ってないんだけども、ユーザープログラムが言ってるのは一応 3GB ぐらいメモリがあるかのように実は見えています。で、あたかも平らのようだが実はペコペコとかっていうのは、例えばメモリで言えばそのメモリっていうのは連続領域こうあるように見せかけてありますけど、でも実際の使ってるメモリっていうのは飛び飛びであるかもしれない。で、あとかもたくさんのあるようだが実は一つだとか、で、あたかも専用しているようだが実は共有だとか、なんかこういうふうにあたかもと実はっていうのはいろいろこうトリックがあるわけなんですよね。で、それは結局その仮想化っていうのは実際にある複雑さとか個々に依存するようなこととかっていうのを隠蔽しているマジックなわけなんです。なんでマジックだから種の仕掛けもあると。なのでそのマジックっていうのがどういう仕組みになっているかっていうのはやっぱり知らないよりは知っていた方がいいということになります。で、仮想化の代償なんですけども、さっき言ったようなことっていうのは基本的にプラスになるからこういうことをしてるわけなんですけども、やっぱりマジックなんでプラス面だけではなくてマイナス面も当然あるわけです。ただしプラスマイナスを比較したときにプラス面が勝っていると思うからこそこういうことを
しているということなんですね。だけども常にプラスになると限らないので、まあ、どういう時になんか結局結果的に損になるかとか、損になった時にはどういうことが起きるのかとかっていうことはやっぱり知っていた方がいいか。でこのメモリの話、物理メモリと仮想メモリの話なんですけれども、Linux だとかそういう仮想メモリシステムがある OS を扱う以前、まあ、マイコンの上にあの OS なし、あるいはリアルタイム OS だけのようなプロジェクトの場合っていうのはですね、基本的に見えているメモリっていうのは全て物理メモリということになります。だけど、まあ、あの Linux とかあるいは、まあ、Windows C だとか、まあ、そういうあの組み込みも、もともと組み込みではなくてあのサーバーだとかあの PC 由来の、まあ、流れの持つ OS を、まあ、使うようになってくると、まあ、これはあの仮想メモリを備えているので、まあ、あのそれの仕組みが必要だと、あの理解が必要だと。でこのスライドに関しては一応 Linux について説明しています。まあ、他 の, あの Windows だとか iOS とかでも基本的には同じような仮想メモリの仕組みが入っているわけだと思うんですけども、まあ、結局私自身がそのソースを見て調べることができませんので、まあ、調べることができた Linux に関して説明しています。でまず物理メモリ、まあ、あの組み込みの開発の時にはですね、必ずメモリマップというのを調べてですね、あのロムはどっ何番地から何番地までにロムがあって、何番地から 何番地までRAM と、この領域は何等のチップのレジスターがマッピングされているということは確実に確認して、でからプログラムを作る必要があります。だからこれをどういうふうに設計してやるかということを、なんかそのボードを作ったハードウェアさんから資料を出してもらって、そのアドレスに基づいてあのプログラムを作っていくということになるわけです。だからこれはでこれというのはですね、結局そのボードごとにやっぱり変わりますよね。そのラムがどこからどこまであるかっていうのは、その、まあ、あの SOC、そのボード、それぞれごとにやっぱり同じではないので、それぞれごとにやっぱりなんか移植をするときには、まずそのアドレスが同じであることを確認して、違えばそれ用に変更しなきゃいけないということになってくるわけです。で、仮想メモリーなんですけども、この2点はですね、その Linux の場合のユーザープログラムはですね、実際のメモリーマップ、実際に何番地にそのメモリ DRAM だとか SDRAM があるかっていうのには関わらず、まあ、普通0番地からだいたい 3GB ぐらいっていうのがメモリが使えるような感じになるわけです。で、使っているメモリ、実はたくさんのプロセスが同時に動いているわけなので、それぞれが使っているメモリっていうのは多分断片的なメモリを使っていることになると思うんですけども、でも実際そのプロセスから見えるメモリっていうのは連続しているように今見えているわけですね。あとそれからメモリ保護という機能があって、その複数のプロセスがやっぱり OS の上で動いているんですけれども、自分の触れるプロセスメモリっていうのは自分のプロセスのものだけで、他のプロセスのものっていうのは間違って壊したりすることはないように保護されていると。無関係なバグによって無関係の部分のメモリが破壊されることはないような感じになっています。であと、まあ、新しい概念の導入ということで単語を挙げておきますけれども、まあ、このアドレス変換、アドレス変換っていうのはその物理アドレスから論理アドレス、まあ、基本的にプログラムの中で扱っているメモリというのは論理アドレスなんで、それを物理アドレスに変換してから実際にメモリにアクセスしている。これは変換者はアドレスです、ね、あと多重メモリ空間っていうのはプロセスごとに実は同じメモリであったとしても違うところを指しているということによって、このメモリの保護とかがされているっていうことですね。あと、まあ、デマンドページング、これは必要になったときに、まあ、メモリ側に当てられる、この辺のことに関して後のスライドで説明しております。で、これはですね、ウィキペディアにあった仮想メモリというところからにあった図を解説のまま借りてきたんですけれども、こんな感じの図になります。この仮想アドレス空間、実際プログラムが見えているのは これが見えていて、でも実際にここにあるそのメモリっていうのは物理メモリの中 のこの赤いところは実はこういうここのメモリを使っていて、でこの赤いところの直後にあると思えたこの水色のメモリっていうのは実はここには置いてある、実は実際にはバラバラの離れたところに置いてあるとか、あるいはその隣にある黄色いところっていうのは本当はメモリ上にはなくてハードディスク上に追い出されているとか、まあ、そういうことが、まあ、あるけれども、こちらからはそういうことは基本的に意識しせずに使うことができて、全部この辺をどうするかっていうのは関連 の仮想メモリの機構が全部面倒を見てくれているということになります。でこのアドレス変換の話ですが、
そのこちらが仮想アドレス空間、要するにプログラムから見えているアドレス空間で、これが実際のものなんですけれども、この仮想空間なのでですね、このアドレス X というところっていうのは、まあ、実際には物理アドレス空間の、まあ、ラム上のどこかのアドレス Y だと。結局だからこことここの対応付けが必要なわけですけども、それを実際にやっているのがその MMU、 メモリマネジメントユニットっていうハードウェアが今時の CPU には入っていまして、でそれがこういう変換を瞬時にやってくれていると。でこれどういう変換をするかっていう、まあ、情報が必要なんですけれども、それは Linux カーネルがコントロールして、ここはここに対応付けをしなさいよというのは全部カーネルが管理して教え MMU に設定してあって、で実際 MMU がそれをやっているということになるわけです。でこの仮想メモリは CPU の中だけというのはですね、まあ、今時の CPU は本当に昔々の CPU だとですね、その CPU と MMU ユニットっていうのは別々のものだったんですけれども、だからその間というのは実は仮想メモリのアドレスっていうのが出てたわけなんですけども、今の CPU っていうのはもうこれっていうのはもう一体化しています。なのでその仮想メモリの仮想アドレスっていうのが出てくるのはここからここまでですから、これはもう CPU の中なので、もう外からは観測できないと。で外に出てくるのはこのこれラムのところにはなんかもうピンが接続されていてアドレスバスがあるわけなんですけど、そこに出てくるアドレスっていうのはもう物理アドレスであるということになる。なので例えばそのピンのところにロジアナとかをなんか挿してですね、ある信号を確認したとしても、そこで出てくるアドレスっていうのは物理アドレスだということですね。この心の中の仮想アドレスっていうのはもう本当にこの中だけということになります。であとそれからまあ、ユーザープログラムで扱う、まあ、仮想アドレスメモリっていうのは全てもう仮想アドレスだと。だから物理アドレスのことはもう見えないし知ることもないんですよね。まあ さっき言った繰り返しになりますけども、ここのアドレス X っていうのが実際これどこであるかっていうのは、こちらからは全くこちらのプログラムからは全く意識はする必要はないということになっています。で実際にここのアドレスを使っているのはですね、このアドレス変換を行うところ のカーネルのメモリマッピング、メモリ管理のところだとか、あるいはデバイスドライバーの中で DNA 転送とかをしようとしたときには、このアドレスっていうのが実際に必要になってくるかもしれませんけど、まあ、そういったところぐらいです。それ以外は全て仮想アドレス空間の中で動いています。カーネルそれ自身も基本的には仮想アドレスの中で動いています。で MMU でのアドレス変換の実際、これはチップの使用書とかをもう見なければ出てこないようなことなんですけれども、その仮想アドレス32ビットの、まあ、何らかの数字なわけなんですけれども、それはどんなふうになっているかというとですね、この、32ビットのアドレスをですね、だいたい3つぐらいに分けます。でもし64ビットの場合はさらに4つぐらいに分けるらしいんですけど、まあ、32ビットの場合はこんなふうに3つに分かれていて、最後 の12ビットっていうのは12ビットあと4キロバイトになりますけど、ここがページとして4キロバイト分をページとして扱って、その中の最後の12ビットのようなページの中の何番目かっていうオフセットになります。でこの残りのこのビットを使ってですね、このページはどこであるかっていうのを調べるわけなんですけども、ここが2段階になっていて、この部分でページテーブルインデックスっていうのがあって、それはページテーブルっていうの中の何番目を見ると情報が入っていると。でここのところはさらにもう一段上のテーブルのインデックスが入っていて、で、まあ、これディレクトリーっていうテーブルなんですけど、ディレクトリー のエントリーの何番目であるか、まあ、こんな風になってるわけなんで、実際にこの仮想アドレスを物理アドレスに変換しようと思うと、まずはここのところを見て、ページディレクトリの何番目を見ると、でここを見るとこのアドレスが分かるから、そこから今度はここの部分の数字を取ってきて、で何番目を見ると、でここを見て初めてページの先頭が分かるんで、この最後 の12ビットを使ってこのやっと物理アドレスにたどり着くことができるという、こんな実は面倒くさいことを実はしなければいけないことになります。要するにこのページディレクトリーとかこの
それぞれのディレクトリというのは結局メモリ上に置かれたテーブルになりますので、そうすると1つのメモリアクセスするのに実はこう2回メモリ参照してやっと3回目にやっとたどり着くみたいな、そんな感じになるわけです。だからこれを毎回毎回やったら確実に物理アドレスをアクセスするに比べて3倍以上は遅くなるという計算になってしまいますよね。なのでキャッシュみたいな機構があります。それがあのトランスレーションルックアサイドバッファーということで、1回変換したらですね、この部分ですね、この、ページのアドレスっていうのを、要するにここから上の方から得られる情報っていうのをここで覚えておいてですね、でそれさえ覚えておけばですね、あとこっちの下のビットを使えばこれはあのオフセットを足すだけなので、まあ、簡単になるということで、でまあ、ここではですね、その、仮想アドレスの、そのページのところと、それから物理アドレスのページと1対1対応するような、機構を持っています。まあ、例えて言うとですね、仮想アドレスをキーとして、で物理アドレスをが得られるようなハッシュテーブルだと思えば、多分理解しやすいかと思います。なのでやっぱりキャッシュと同じようにメモリのアドレスのアクセスっていうのは局所性があるんで、その毎回本当にランダムなわけではなくて、だいたい1回ページにアクセスしたらそのページの次、その次のアクセスも同じページの中である可能性が高いですし、結局そのプログラムの中ではいくつかの限られたページしかアクセスしないことがあるわけですから、そうすると、まあ、これで、まあ、十分だということになります。でちなみにこの TLB の実装っていうのもですね、まあ、SOC の中にこう入ってるわけなんですけども、だんだんこれも複雑になっていくわけで、でこれ単純にこういうふうに仮想アドレスと物理アドレスを対応付けてるわけですから、そのプロセスごとにですね、この対応っていうのは違うわけですよ。なので一番最初の素朴な実装の時にはターネルがコンテキストスイッチをすると、これは一回全部消してしまって、でまたやり直しっていうのが一番簡単な実装でした。ですけどそれだともう結局コンテキスト切り替えするたびにこれが全部なしになってしまうってことは、切り替えした直後っていうのは必ずさっきのまた一番面倒くさいアクセスをしなきゃいけない、これは大変なんで、その次になってくるとですね、これをですね何組か持つことができるような感じになっていて、でそれをそのプロセスのスイッチがその数により小さければ、まあやり直しにならなくて、さっき持ってきた TLB のセットをまた持ってくって使うようにするっていう感じになってます。これがですね一番ARM の世界でいうとですね、さっき言った一番素朴な実装っていうのが ARM926 ぐらいはそういう実装になっていて、で ARM11 以降になると ARM11ぐらいになってくると、これをですね、256組持つことができるようになるんですね。そうすると切り替えがまあ、コンテキスト切り替えが起こるんですけど、それがまあ最近の256個以内ぐらいだったらさっきのやつを覚えてるからまたこれを使うので早いと、で250を超えてしまったらそこは全部作り直してっていう風に感じになります。でさらにですね、それは仕様書見ただけなんですけど、ARM でいうとコーデックス A15 ぐらいになってくるともうちょっとなんか賢くなってるらしくて、少なくとも256個っていう固定な数字ではなくて、隠されているので、もしかしたらもうちょっとキャッシュ的に最近のやつを覚えていくっていう感じで、それいくつ覚えてるかっていうのはなんかまた別に実装できるような感じになってるかもしれません、まあ、いずれにしろどんどんこの辺の構造っていうのも高速簡単に複雑になっていく。まあでも単純な原理とすればこの1対1対応させるハッシュテーブルだよっていうのが一応簡単な理解でいいと思います。で多重メモリ空間、さっきのプロセスごとに独立さっていう話ですけど、まあプロセスごとにそれぞれプロセスはですね、ユーザー空間としては 3GB 分のメモリがあると思って、まあ、使っていくわけなんですけれども、まあ、それぞれのメモリっていうのは実際にはですね同時に動いてればですね、このように物理メモリのどこかに割り当てられている感じなので、このようにこんな風に交錯していくような感じになります。で次デマンドページングということなんですが、
この仮想メモリーというのがですね、もうページ単位でアドレスが決まるというのはさっきの原理的にも説明した通りなんですけども、でそのページ、まあ、ページのサイズというのはですね、大抵12ビットを使った 4KB なんですけども、これもですね、だんだん実装が新しくなっていくとですね、メモリサイズが増えていくとですね、そのもっと大きいサイズで使った方がいいということでですね、1メガバイトぐらいの単位だとか、もっと大きな単位とかっていうことも混ぜて使うこともできるような感じにはなっていますけども、まあ、ここでは簡単にするために一応4キロバイトっていうことだけを説明します。でこのページの割り当てなん、メモリの割り当てなんですけども、実際にはこれ2段階で行われていて、その最初はですね、その仮想メモリー その対応付けっていうのをですね、いわゆる管理台帳に登録するだけで、その実際にのメモリーの内容っていうのはロードはしないんですね。で実際にアクセスがあった時に初めてそのページに物理メモリーが割り当てられると。なのでですね、新しくプロセスが生成されて、要するにフォークした時に新しくそれ生成されて、でその時にはですね、全部のこの仮想メモリの割り当ての台帳もそのまま丸ごとコピーされてしまいます。だから同じ、全く同じメモリ空間を持ったプロセスが2つできるわけなんですけども、そこからイグジックする段階でその一旦その仮想メモリの割り当てっていうのがこうクリアされて、でロードした ELF ファイルの中にある、アドレスの情報、要するに実行ファイルが実行ファイルのどこからどこまでが実行で、どこからどこまでがデータセクション、どこかどこか、まあ、PSS とか、ね、そういう情報を呼び込んで反映させるわけなんですけども、その時にはこの1番のですね、台帳に割り当てということだけがされているわけなんですね。なのでイグジックした直後っていうのは実際にはその空間上のメモリーにはまだですね、プログラムってロードされてはいないんですよね。でプログラムが開始したらどっかの命令を実行しようとしてメモリーにアクセスします。でその時に初めて実はロードが行われるということになります。まあ、このことをちょっとその後でですね、図を使って説明します。あとそれはその前にですね、まあ、こんな風に感じになっているので、でアクセスのないページっていうのは物理メモリが割り当てられないということになります。なのでこれを使うとですね、その仮想メモリサイズっていうのが実際のメモリサイズよりもなんかこの大きなものっていう風な感じになるわけですね。なのでこれよりもこっちは大きいということになります。で実際一歩一歩ですね、そのデマンドページングの動作で説明しますけれども、まあ、先ほど説明した通りですね、その一番最初というのはですね、管理台帳に入っているわけでですね、実際にメモリというのが割り当てられていません。で一番最初のアクセス、まあ、リードアクセス、あるいは命令を実行するときに結局リードをするわけなんですけれども、そしたらですね、その時にさっき の対応、仮想アドレスから物理アドレスの対応付けをしようとするわけです。さっきのこれですね、これをしようとするわけです。だけれどもこれをしようとする段階でこれに相当するページがない状態なんですよね、一番最初というのは。なので、ない状対応する物理ページがないと。だからそうするとですね、ページフォルトというここまではですね、ハードウェアが探してないということをすると、そこから先っていうのは、カーネルがこれを後の処理を行います。でカーネルは本来このアドレスにこのアドレスを割り当ててですね、このアドレスにあるべき内容っていうのはファイルの中から、まあ、その単位だけロードしてきます。まあ、最初の命令っていうのが多分こういう感じでロードされるわけですね。でその後にカーネルからユーザー空間に戻って、でユーザー空間は、まあ、そのデータが、まあ、何事もなかったように、まあ、読めると。だからユーザー空間から出てやったことっていうのはあるアドレスを読もうとしたと、それが1ですよね。でその後2っていうのはユーザープログラムからは分からなくてカーネルが動いて、でユーザープログラムからすると1の次はもう3なんですよね。だから普通に読めたと。まあ、だけれども実際のところはですね、カーネルが間に介在したので時間はかかっているわけなので、こういうのが頻発すると実際速度が落ちてないということになるわけなんですね。なので1回アクセスしたメモリっていうのが、まあ、いわゆるキャッシュだとかその TLB とか、まあ、そうあるいはこのメモリに割り当てに入っているような範囲であれば速度は落ちないんだけども、それを踏み外すると毎回こういうことが起きるので、とても速度が遅くなるということになります。であとページキャッシュ
でさっきの例だとあたかも必要なページだけ読み込んでいるような感じになりますけれども、一応カーネル側もですね、あのいろいろ工夫があってですね、そのページを読んだらおそらくその隣のページもすぐ次読んでくるだろうとか、そういう先読みを行ったりします。なのであある程度メモリーが余裕がある限りはですね、そういうふうにですね、まとめて先読みをしたりすることがあります。あと、まあ、命令はですねランダムに行くんですけども、基本的にファイルをオープンしてシーケンシャルにリードした時っていうのはおそらくそのリードしたらその次隣に順番に読んでくるはずなので、ある程度まとめて読んだりもすることがあります。でこの辺の動きっていうのは、システムコールの、M アドバイスっていうシステムコールでそれをどうするかっていうのを一応コントロールすることもできるようになります。でそれからページアウトですね、で、そうこうしているうちにですね、仮想アドレス空間の方が大きいわけですから、そのうちですね、物理メモリー、メモリが足りなくなるっていう状況になります。で、足りなくなったときにですね、まずやることっていうのはですね、まあ、何らか のアルゴリズムですね、カーネルは使用頻度が低いと思われるページを、まあ探し出すんですけども、そのページをですね、解放するわけなんですが、まずはですね、そのページがプログラムとかだったらリードオンリーなので書き換えられていません。で、その場合だったらそのページを単に捨ててしまえばいいんですよ。で、そうやって捨ててしまって、で、そこに新しいところを割り当てるという。要するに、また必要になった時には、またそのところを読めばいいだけの話ですから、話は簡単です。ですけども、どんどん使っていくと、もうそういうリードオン書き換えてないメモリーだけじゃなくて、もう書き換えた、まあ、この感情上で言うとダーティーっていう言い方もするんですけど、要するに変更をしてあってメモリーに書き戻してない状態のものっていうのページっていうのはもう再利用したくなった時にはですね、その時にですね、このスワップデバイスというところにそれを書き出して保存するっていうことになるんですね。まあスワップアウトっていうのがここで起きるわけで、でそれでメモリを解放して、でその空いた部分のメモリを新たに使うという感じになります。ただしこの組み込みの Linux の場合はですね、スワップデバイスっていうのは装備していないことが多いので、もうこういったことはしないで、そのリードオンリーのメモリを解放するだけで、そのリードライト、要するにダーティーなページを吐き出すというのは、まあ、できないことも多いんですけれども、まあちょっとじゃあこれはでも、ね、工夫の仕様があってですね、それはですね、また後でちょっと説明するようにいたします。で、ページアウトの続きですけど、まあこんな風にしてですね、物理メモリアドレス空間が足りなくなったとしてもですね、こんな風にスワップに吐き出すことによって、まあ、使うことができるわけなんですけども、まあ瞬間的に足りなかった時だけだったらですね、まあ、こういうことが起こるのは1回だけで済むんですけど、もうこれがですね、定常的に足りない状態になってくると、結局お手玉をするかごとく開けて使って、でまた足りなくなって開けて使ってっていう感じになってくるわけなんで、それの時にはですね、非常に速度が遅くなることになります。まあ完全OS の用語でスラッシングとか言うんですけど、まあ、そんな風な状態に、まあ、なってしまうことがあって、まあ、だから物理アドレスよりも仮想アドレスというのは大きく取ることができるんですけども、本当に実際にいつも使うアドレスメモリサイズが物理アドレスよりも大きくなってしまったら、途端に遅くなってしまうということが起きる。あとそれからですね、メモリの共有ということでですね、うまいことを教えてですね、例えばたくさんプロセスが動いていて、でその中ではですね、libc とかっていう共有ライブラリっていうのはどのプロセスも、まあ、使うような感じになります。でそうするとですね、どのプロセスも同じライブラリを使っていて、でそのプログラムっていうのはリードオンリーだったりもするわけですよね。そしたらそれっていうのはそれぞれメモリーロードするのはもったいないわけですから、物理メモリーには1個だけロードして、それをプロセス A でもプロセス B でもそれぞれが見えるように、まあ、するように、こういうふうに共有するとメモリーが節約できるわけです。でこの時にこの部分っていうのが、まあ、リードオンリーだったら、まあ、これだけで済んで話は簡単なんですけれども、実際にはですね、ライト可能なページもですね、最初の段階ではですね、こういうふうに共有するようにしています。それで なならばですね、そのまま書き込み可能であったとしても、もし書かなければそのままこのままでいいわけですから、メモリが節約になるわけですね。必ずライト可能であったとしても必ず書くとは限らなくなる。ではですね、そのライト可能なページを実際にこの状態からライトしちゃったらどうなるかということなんですが、それがですね、コピーオンライトという仕組みでですね、そのとりあえずですね、コピーはしておいて、で、まあ、リードライト可能であったとしても
あのコピーをそれぞれこういうふうに共有はしておくんですけども、その時にですね、ポイントとしてはですね、この仮想あの物理アドレスのアクセスっていうのはですね、リードオンリーの状態にしておくんですね。そうするとここに書き込みをしようとした段階でですね、実際にはここでは書き込みができないようになっているので、ページフォルトが発生すると。でその時にですね、カーネルっていうのはその時初めてこの部分のコピーを作って、このコピーをこっちに渡すと、で渡して書き換えるっていうことです。で同じところを使っていたこちらのプロセスっていうのは、あの書き換えられる元の内容がこのまま残ってる感じになりますので、要するにこの時初めてあの2つ分のメモリが必要になるっていうわけです。だから書き込みが発生しなければ、この2つのプロセスは同じメモリを共有し続けることができた。で実際 の, あのプレスのメモリ空間というのはですね、実はあのプロックの下のですね、あのマップスというとエントリーを見るとですね、分かるんですけども、実際にあの32ビットの あの ARM とかの場合ですと、あのアドレスのですね、後ろの高い数字の方というのがカーネルの空間になっていて、でこのアドレスの若い方があのユーザースペースになっています。大体典型的な例というのは、ここを 3GB、ここを 1GB に分けるのがまあ普通のやり方なんですけども、これはカーネルのコンフィグするときにですね、これをあの 2GB、2GB にすることもできますし、でこっちを 1GB、こっちを 3GB にするという、そういう組み合わせもすることもできます。でたまにですね、やっぱりあの GPU を使う関係なのか、このカーネルスペースを大きく取りたいということがあって、最近のスマートフォンとかでは、やっぱり 2GB で割り当ててあることもあります。でこちらの方っていうのはユーザー空間、そのプロセスごとに別々の空間に切り替わるんですけども、カーネルの方はですね、これ切り替わずにですね、同じ全てのプロセスで同じ内容が見えるようになっています。なのでこのカーネルスペースはいつ見ても同じところが見えるっていう、そういう仕組みになっているんですね。で、そうですね、あの実際これを見るとですね、あのブロックの下のですにあのプロセス ID がいっぱいあって、あるディレクトリがあって、そこのマップスっていうのをですね、まあ、見ればよくて、まあ、単純にはキャットしてみるとですね、こんな感じ の, あのものがあります。そうするとですね、これは、ね、どういうふうにしていたかっていうと、単純に無限ループするようなプログラムを、まあ、作って、それを動かしておいて、それを別のターミナルから、まあ、そのプロセス ID を調べて、まあ、これをキャットするとこうなると。まあ、単純なプログラムなんで、その中に入っているのはLibC と、それから LD というのはダイナミックリンカーですね。で、まあ、それしかない状態です。まあ、2.4 って書いたのはだいぶ古いですけど、まあまあ、そんな感じになっています。で、ここの部分、でこれがですね、その何番地から何番地までがそのアドレスですよという、このアドレスがここに書いてあってですね、ここがですね、このリード、ライト、あと実行が可能であるかどうかということと、それからあのプライベート、要するに占有しているか、それともあの共有、他のプロセスとあのシェアしているかということが、この辺を見てみると分かるようになっています。でさらにですね、細かく見るとですね、この SMAPS っていうのを見るとですね、それぞれのところでその書き換えをしているかどうかとかっていうことが分かるんですね。これなんか、これ、シェアードかどうかということと、クリーンかダーティーかということで4通りで分かられていて、でこんな風な感じに詳しく見ることができます。でこの中のですね、この RSS っていうのがですね、実際っていうのは話は実際にあの物理メモリー上に割り当てられているサイズになります。だからここで言うとですね、この libc のところなんですけど、この libc の, あのこの部分、R と X がついてますから、多分プログラムですね、サイズとしては 1200KB あるわけなんですけども、当然これが全部メモリに割り当てられたわけではなく、読み込まれたわけではなくて、実際に実行しようとしたページだけがメモリに割り当てられると。でそれが実際に今実際にメモリの中にローされたものっていうのは 136KB っていうことになりますから、実際にはだからこの全体のうちの1割ちょっとぐらいしか使ったりしなかったりするわけなんで、そうすると必要な本当に使ったメモリだけを物理メモリに用意することによって、まあ、メモリの節約にもなっているですね。メモリも節約になるし、あのロードする時間の節約にもなっているということですね。で、この辺の話、結局あの Linux カーネルの場合ではですね、このメモリ管理がですね、実はほとんどほぼ全てあのシステムコール MMAP という仕組みでやっている
やられていますので、この M マップが理解できるとこの辺のところが非常によくわかるし、まあ、なんか実験をするとしたら基本的に M マップでちょっと何かやってみるとおそらくその実験ができることになります。なのでちょっとここら辺のことを少し説明しますけども、まあ、詳しくはですね、この M マップとして別にマニュアルを見ていただければもっと詳しく書いてありますけれども、まあ、使い方としてはこんな感じになります。 M マップでメモリーを、まあ、領域をこれ割り当て、要するに台帳に登録するっていうことですねを行って、でそれを、変換するのは、返却するには M アンマップを使ってその割り当てを抹消することができるということになります。で、M アップを使っているときにですね、この指数いくつかあるわけなんですけれども、この、どこに割り当てるかということをですね、このサイズ、スタートっていうアドレスも指定することもできるんですけども、指定しないこともできます。まあ、基本的には指定しないのが普通なんですけども、指定しなかった時にはですね、カーネルが空いてるところを見つけてそこに割り振ってくれると。で指定する時っていうのは絶対そこに割り当ててくださいっていう感じになるわけなんですけども、で、あそ、これ、それ、これ、それ、これ書いてるんだな。そのあそこのところアドレス、このスタートのところをは何でもいい値にしといて、このフラグのところでマップフィックスドっていうフラグを立てておけばカーネルが空いているページを探してくれます。でマップフィックスドを指定したときに実は昨日のページと、まあ、すでにそのページが使っていた状態だとするとですね、そのページっていうのは内部的にですね、自動的にアンマップ、勝手にアンマップされて置き換えられてしまうので、これは非常に多分なんか分かりにくい動作になるので、まあ、大抵はですね、このオプションは使わないで、まあ、フィックスではなくカーネルに自動的に割り当てられているようなやつにすれば、そうするとですね、この戻り値ですね、実際どこに割り当てられたか分かるわけなんで、まあ、それで十分であるだろうと。であとそれからですね、これ、ファイルのオフセットが指定できるんですけども、まあ、この話の流れで分かると思いますが、このメモリーの管理は全部ページ単位で行われているわけなんで、これはページサイズの整数倍にでないといけないことになります。あとそれからですね、 M マップと M1 マップのアドレスサイズっていうのは一致しなくてもよくて、その M マップでまとめてメモリーを取って、で後から部分的に M1 マップで返すっていうことも、まあ、一応動作は可能です。ただしそれって結局バラバラになったメモリの管理っていうのがカーネル側がこの管理するんだろうね、単に自分で楽になった分だけカーネルが面倒くさいことをしてるっていうだけの話ですけどね。で、M マップの使い方の例、使い方というかですね、なんか M マップを使った実験の例としてなんですけど、まず巨大なサイズの M マップの代用として、まあ、使うことができます。これはコンパクションと なんかデータのコピーとかが発生しないですから、なんか非常に簡単ですし、あと、まあ、さっき言った通りですね、マルクフリーだとマルクで取った単位でしかフリーできないわけなんですけども、まあ、これを使うとですね、 M1 マップでなんかまとめて取ってですね、少しずつ分割するっていうのは一応ありになりますので、まあ、プログラムをするときになんかもしかして便利なことがあるかもしれない。で実際ですね、GDBC の中 の MRLOCK の実装を見るとですね、ある一定サイズの MRLOCK をするとですね、もうなんか内部的には MAP を呼び出す感じになっています。でそのそうするときにそれっていうのはですね、このデフォルト MAP スレッシュホルダーっていうデファインでそれが定義されていて、デフォルトではですね、これ128キロでした。だから128キロ以上のでかいサイズの MRLOCK をすると、もう内部的にはその MAP によって定義したいんですけども確保しているということになります。で、2番、高速な、ファイルアクセス、リードとかライトとかするとですね、実際にどこに読み込む書き込むかっていうのはユーザー側で配列を用意して、でそれを渡すことになるわけですから、それ必ず実はそこからコピーが発生するんですね、なるほど。ですけどもですね、M マップっていうのでですね、直接そのファイルをメモリ上にマッピングすることができます。でそうするとですね、そのコピーが発生しないので、まあ、高速にロードすることができるということになります。で実際にダイナミックリンカーの中では、当然そのダイナミックリンクライブラリーっていうのを読み込むことをするわけなんですけども、これ当然リードを使ってるわけではなくて、その M マップを使って、まあ、メモリーの割り当てをしているっていう感じになります。まあ、だからおそらく
リードを使うよりも、まあ、これをメモマップを使ってメモリ上で読んで、でいらなくなったらあのクローズエンマップアンマップするっていう方が多分早いんじゃないかなというふうに思います。でちなみにですね、 Java の中のですね、あのこの Java NIO マップとバイトバッファーっていうそういうあのクラスがあるんですけども、これはですね、このメモリ上に M マップするものをなんか機能を使っている、要するに Java のバイト配列の実態っていうのを M マップでメモリ上に置いてくれるような、そんなあのクラスになります。あと共有メモリですね。プロセスの間で共有 メモリを共有するときっていうのは、実際まあ IPC の、 あのシステムコールがあるわけなんですけども、それを実際直接生で自分でやってみたいという時にはですね、Mmap を使ってやることで、あのプロセス同じプロセスをまたがって同じとこ同じメモリをあの割り当てることができます。そうすれば あるプロセスで書いた内容っていうのは即座に別のプロセスに反映されるわけですから、まあなんかこのメッセージの引き渡しだとかそういうことをせずに済むような感じになるかもしれない。あとそれからですね。こんな使い方もあるということですね。実はデバイスファイル、スラデブスラメムっていう面白いファイルがあるんですけども、これっていうのがですね、実際 の物理メモリーに対するマッピングになるので、これをですね、メムマップの、にオープンして渡すことによってですね、その任意の物理アドレスをですね、あのユーザー自分の動いているユーザープログラムの中のメモリーに割り当てることができるようになる。そうすると一旦割り当ててしまえば、そこをリードライトすることによって、その物理メモリのリードライトと同じことに、まあ、直接物理メモリをリードライトすることができるようになります。なので、なんか、まあ、普通のメモリだったら面白くないんですけども、の IO のレジスターのメモリマップを調べて、そのメモリを、まあ、こういう使い方をすることによって、デバイスドライバー、要するに完全にデバイスドライバーを書くのではなくて、ユーザー空間からちょっとその、ポートを叩いてみるということが、まあ、できるようになります。おそらくこの仕組みをもうちょっといろいろラッピングして使いやすくしたのがユーザー空間のメモのデバイスドライバーの仕組みなのかな。ただしですね、このスラデブスのメモっていうのはアクセスするにはルート権限が、まあ、必要です。要するにこんな実は危ないことができるわけなんで誰でもできるわけではなくて、まあ、これができるのは、まあ、ルート権限がだけです。でまとめるとですね、まあ、仮想メモリの、まあ、使用量とか物理メモリの使用量というのは、まあ、異なると。で実際に問題になるのは物理メモリの使用量と、まあ、なぜこんなふうに書いたかというとですね、これを書いた当時はですね、その Linux を使っているにはかかわらず各プログラム各ライブラリーとかアプリケーションのメモリ使用量を出してくださいと。でそれを合計して、でどれだけメモリが必要か足りないかとかやって話があって、いやそれはそうじゃないでしょうと。実際にだから消費するメモリってのはこういう構造になってるから、それだったら使うメモリの全部の合計が必要なメモリじゃないので、まあまあ、そのためにまあちょっとこの資料を作ってこういう説明をしていると。あとそれからまあ仮想メモリは一見とても便利なんですけども、やっぱりそのオーバーヘッドがいつどういう時に発生するかっていうのは知っておかないとまあいけないかなということですね。まあどういう時に起こるかというと TLB ミスだとかページフォルトとかの時にはやっぱり遅くなるので、まあ、それがいつどれぐらい起きるかっていうのはやっぱり意識していた方がいい。で、あといろんな実験をするためにはシステムコール Mmap が分かるとかなり、まあ、やっぱり自分でいじってみると分かりますので、まあ、これはなんかいろいろやってみた方がいいかなというふうに思います。であと参考文献、まあこれも2007年当時の本ですけども、まあ、こんな本があって、でもほとんどはですね、やっぱりカーネルのソースを読みつつですね、ブログ検索するとですね、世の中にいっぱいブログがあってですね、でそこで割と知りたいことがもうすでに調べた人が何かこう書いてくれたりするので、それをうまく見つけてくるとまあいいかなという感じになります。まあ、逆にこういうことがあったんで、私も調べて分かったことはなるべくブログに書いてですね、まあ、誰か他の人が探したときになんか見つかりで、ちょっとでもなんか恩返しができたらいいかなと思ってまあ書いてもしているわけです。で、おまけというとですね、まあ、これ書いたのが2007年の時に最近の話題と書いた内容なんで、ちょっとこれ消してですね、2007年当時はこうだったということなんですけど、興味深いのはですね、その頃はですね、XIP というのはどうやらちょっと流行ってたらしくてですね、このカーネル、そのカーネルをそのままラムに置いた状態からまあ動かす。で、ラムアプリケーションもそのラムにコピーせずにまあ動かすみたいな、そういったことっていうのが、まあ、割とこの
セルフのページには書いてあるウィキページには書いてあったんですけど、あんまりこの XIP っていうのは最近聞かなくなりましたよね。まあ、それはなぜかっていうとですね、その、まあ、これをするためにはですね、その実行プログラムを置いてランダムに実行可能なメモリっていうのが必要なんですけど、それっていうのはですね、フラッシュメモリでいうと難度がノア型のフラッシュっていうのはそれができるわけなんですが、実はその難度型のフラッシュはですね、ブロック単位でしかリードができないので、こういうふうにプログラムを直接置くことはできないんですね。で、今はですね、その難度フラッシュ、ノアフラッシュではですね、あの容量のコストを考えるとですね、あの難度フラッシュの方がはるかに安いので、逆に相対的にノアフラッシュが割高な感じになっちゃいました。なのでノアフラッシュをあんまり使わなくなってきたんですね。そのために、まあ、それとともにやっぱり XIP という話題があまり、まあ、なくなってきてると。でも逆にでもですね、そうしたらですね、誰もこれ使ってないから、もうカーネルからこのコード XIP のコードを消しちゃおうぜっていう話が出た時にですね、あのティム・バードさんがですね、いやソニーでは使ってるって話があって、 でも使ってるけど、あのまだそれメインラインとそのメインライン化されてないっていう話になって、でも他の人から、いやメインラインのツリーに入ってないのはそれないも同然だよって言われてて、まあ、そういう話があったんですけど、つい最近ですね、LTSI の 3.4 の方にですね、この XIP が可能な、フラッシュメモリのファイルシステムっていう AXFS のパッチがなんか投稿されてたりもしまして、だからまだ、まあ、XIP も誰も使ってないというわけではなくて、まあ、ちょっと使ってる人もいるし、まあ、消されないようにあのしようとしてるっていう感じのところですかね。まあまあ、だから死んではいないけど、あんまりめっきり話題として聞かなくなってますねっていう話。あとそれからですね、まあ、このページをですね、このヒュージページとかラージページに使うって話も、まあ、この当時はですね、こういう話題とした話なんですけど、今はもうこの機能っていうのはカーネルの中にもあの普通にあの入っています。だから4キロページだけじゃなくて大きなページを割り当てるっていうこともなんかできるような感じになっています。ただアームでも実現できるかどうかはまあちょっと調べたいと思いますけど、例えばやっぱり GPU だとか割と大きなあのメモリを連続メモリを使うようなものっていうのはページ単位ではなくて、あの1メガとかあのそれぞれメガ単位のページをバンと割り当てる方がまあまあいいだろうという話ですよね。あとそれからですね、そのさっき組み込みの方だとあのスワップデバイスがないんで、あのスワップアウトっていうことはできないですよねと言ったんですけれども、そのメモリの中にあの圧縮して保存するっていうことのアイデアがですね、この当時やっぱりこのページキャッシュコンパクトコンプレッションっていうアイデアとしてこのウィキに書かれていまして、でもそれから歳月が経って今はどうなってるかっていうとですね、これはですね ZRAM っていうふうに名前が変わってですね、あのメインライン化すでにされています。まあ、最初にこういった機能を入れるときっていうのは ステージングっていうところに入って、まあ、あのいわゆる仮免許状態で最初は入るわけなんですけども、あの 3.8 ではですね、そのステージングではなくてちゃんと MM のメモリ管理関係ですから、 MM のディレクトリーかなんかにこうあのしかるべきところにこのリネームされて置かれるような感じになるらしいです。なのでだから新しい関連を使うとこの ZRAM の機能っていうのはもうすでに入っているので、もし試してみたい方はカーネルのコンフィグでそれを有効にしたら使えるようになってますですから、なんかぜひやってみていただければと思います。でこんなところです。あ、以上ですけど何かご質問とかコメントとかございますか。特になければ私にあるんです、はい、あのむしろ小林さんにじゃなくて皆さんに聞きたいんですけれど、最近 の若い人と入ると年寄りさんが出るので、例えば大学から出てきた新人さんであるとかがあんまりコンピューターサイエンスのこの程度基本的なところっていうのを勉強する機会が少なくなってるんじゃないかっていう問題を投げかけた人が僕の周りにいまして、皆さんどう思われますか。大学の方との付き合いも実はありまして、なかなかこういう基礎的なところの教育コンピューターサイエンスもでき切れてないんだよねって先生の悩みっていうのも聞いたことあるんですけど、どうでしょうか。そんな実感感じられる人いらっしゃったらちょっとコメントいただければと思います。コメントでめっちゃ感じてます本当になんかコンピューターサイエンスの素養っていうか、やっぱり最近は何でしょう、大学でも言語をやるときと Java
って言ってましたっていう人が多くて、仮想記憶とかメモリ管理って何っていうレベルの人がいきなり入ってこられると、え、こっから教えなくちゃいけないっていうのが結構ありますね。なので逆に今の時代、そういった素養がある人っていうのはある意味貴重だと私は思います。じゃあもしかしたら絶滅危惧種絶滅されると結構困るじゃないですか。いや、多分ソフトやって入ってきた人も私もそうなんですけど、まず会社入ってパターソン&ヘレシーの本とかもガリガリ読むとかいうのが結構ソフト屋さんもいるなっていうのを、僕の周りにしたら結構みんなその本とかこう普通に見ない、うん、ガッと置いてあるんですけど、多分あまり知らない人も多い人が多分増え最近そういう OS 本も捨てられつつあるので、すごい危ない状況にあるかな。こういうのちゃんと教育するっていうのは何だよとか覆いほしいですよね。この仮想メモリの話が分かって Android のソースを見るとものすごく面白いことがあって、やっぱり Android の中ではこの仮想メモリフォークしてなんかするっていうところをものすごい上手に使っていて、まあ、こんなうまいことしてるのかっていうのが分かるんだとは思うんですけれども、まあ、Android に関しては私も別にブログにいっぱい書いてあるので、それで見て調べていただければいいかなと思います。あとそれから、この資料に関して今日使った資料は一応 PDF で置いてあるんですけど、この元の2007年当時に置いた資料っていうのは PowerPoint のままで置いてます。なのでまあ例えば社内でやっぱりこういうことを他の人に説明する必要があったときに、まあ、ぜひこの資料を使っていただいても構いませんし、でもしこれをベースに加工するならば、ちょっと元の資料にが、まあ、私のものですよって、私の名前をなんかリファレンスとかに入れてみてくれれば、どんどん再利用してくださって結構ですのでCC バイってやつね。そんな感じですね。要するに黙って使われるとちょっと気分悪いですけど、そういうふうに元の資料はこれをベースにして付け足してますみたいな、そういう感じで作っていただければ別にウェルカムですので、はい、ぜひなんかやっていただければいいかなと思います。またこういうような話他の人がありましたら歓迎したいと思いますので、実は結構大切かなと思ってたんで。 3.4 のスリムウェイのどこで育てて、はい、コンティニュースメモリーオペレーターって今までは今まで、まあ、ビルドって要するにフィジカルそのシーケンシャーじゃないと取れなかったそれをユーザー空間から見て論理的に連続してる領域の実際はその取った領域がいらない時は貸してあげてっていうことができる仕掛けが入ってくる。なるほどなるほど。それはちょっとどこでやらなきゃならない。それも面白いですね。はい、じゃあ私のどうもありがとうございます。